酸化ランタン、またはランタナは、軌道類元素のランタンと酸素を含む無機化合物。化学式は、ラニオー酸光学材料の構成部分としていくつかの共有電材料で使用されており、特定の触媒の原料としても使われている。ラニオー酸の粉末酸化ランタンは、無臭の白色固体で、水には不要だが気酸には溶ける。 化合物の pH により異なる結晶構造が得られる。ダニオ酸は吸湿性であり、大気中では時間の経過とともに水分を吸収し水酸化ランタンに変化する。酸化ランタンは P 型の半導体特性とおよそ5.8分のバンドギャップを持っている。平均室温抵抗率は 10kΩcm であり、温度の上昇とともに低下する。 非常に高い比喩電率イプシロニイコール27であり、気度類酸化物の中で最も低い格子エネルギーを持つ。低温では、ラニオー酸は AM ニオー酸の六方小構造を持つ。ラ酸金属原子は、o 二原子の7つの範囲元で囲まれており、酸素イオンは金属原子の周りで八面体の形をしており、八面体の一つの面上に一つの酸素イオンがある。 一方、高温では酸化ランタンは CM2O3 立方小構造に変化する。ラ酸イオンは六角形の形状で6つのオウに、イオンに囲まれる。ガドリン石の長期にわたる分析と分解の結果として、いくつかの元素が発見された。この鉱石の分析が進むにつれ、残留物には、最初にセリア、次に酸化ランタン、そしてその次にイットリア、エルビア、 テルビアのラベルが付けられた。発見された日付順に、元素のリストには、セリウム58、ランタン57、エルビウム68、テルビウム65、イットリウム39、イッテルビウム70、ホルミウム67、ツリウム69、スカンジウム21、プラセオジム59、ネオジム60、ジスプロシウム66が含まれる。 これらの新しい元素のいくつかは1830年代と1840年代にカールグスタフモサンデルにより発見、分離された。酸化ランタンはいくつかの多形に結晶化することができる。六角形のラニオー酸を生成するには、ラクル酸の 0.1M 溶液を通常金属、カルコゲナイドで作られた基板を予熱したものに吹きかける。この過程は、 加水分解と脱水の2段階で発生するものとみなすことができる。六角形のラニオ酸を得る別の方法は2.5%の NH3 と海面活性剤ラウリル硫酸ナトリウムを組み合わせたものを使用して水溶液からわずかなラ酸を沈殿させその後摂取80度で24時間加熱し攪拌する他の方法は以下 酸化ランタンはラをドープしたバイオン t i 3 o 1 2など特定の共有電材料を開発するための添加剤として使われる。光学材料に使用されている。光学ガラスにはしばしばラニオ酸がドープされており、ガラスの屈折率、科学的耐久性、力学的強度を向上させる。この1、酸の反応を。 ガラス複合材料に混合すると、ランタンの高い分子量により溶融物の均一な混合物が増加し、有点が低くなる。ガラスを溶融したものに、ラニオ酸を添加すると、ガラス定位温度が摂氏658度から摂氏679度に上昇する。この添加によりガラスの密度、微小硬さ、屈折率も高くなる。ラニオ酸は、 広角ガラスの製造に使用され、この酸化物による密度、屈折率、高度が上昇する。タングステン、タンタル、トリウムの酸化物とともに、ガラスのアルカリによる攻撃に対する耐性を向上させる。ラニオー酸は、圧電材料及び、熱電材料を製造するための原料である。自動車の排気ガスコンバータには、ラニオー酸が含まれている。また、 ダニオウさんは X 線イメージング増感スクリーン、蛍光体、絶縁及び導電性セラミックでも使われ、明るく輝く。ダニオウさんはメタンの酸化的カップリングについて調べられている。ダニオウ酸膜は、化学基礎成長、原子層体積、熱酸化、スパッタリング、噴霧熱分解など様々な方法で体積できる。これらの膜の体積は、 250摂氏450度の温度範囲で生じる。竹子小膜は摂氏350度で形成される。ダニオーサンタングステン電極はトリウムの放射能に関する安全性の懸念によりガスタングステンアーク溶接でトリウムタングステン電極を交換している。ありがとうございます。